こんにちは。マイルストーンカナダ留学センターの代表、アシタです。私たちはカナダにあるカナダを専門とした留学エージェントです。語学留学、ワーキングホリデー、専門学校、公立カレッジの進学などをお手伝いさせていただいています。さて今日は留学エージェントがどういう仕組みのビジネスなのか、どうやって私たちが稼いでるのかという話をしたいと思います。まあ、なんでこんな話をするかというと、理由は2つありまして、1つはですね、私たちが留学サポートを無料っていう言い方をしてるんですね。まあ、無料でサポートするというとですね、まあ、ちょっと怪しく聞こえることもあるかもしれないので、まあ、その怪しくないですね、裏の仕組みをちゃんとお話ししようと思いました。はい。で、あともう1つはですね、私たちがどんなサービスをする会社なのかよく分かってない方もいらっしゃると思うんですね。いろいろアドバイスを聞けたり、手続きのサポートをしてくれたりとかですね、まあ、いろいろ手伝ってもらって何かと便利な会社というですね、こうそういうふわふわしたちょっとイメージがあるんじゃないかなと思うんですね。でも実際は会社として何ができるかっていうのも決まってますので、そこをねお話したいと思います。まずですね、エージェントという言葉ですけども、エージェントっていうのは日本語で言うと代理店という意味ですね。まあ、例えば旅行代理店は航空会社の代わりにチケットをお客さんに販売すると、まあ、そういう仕事をしています。で、私たちも同じ仕組みなんですね。私たちは語学学校の代理店です。ですから語学学校が持っている、学校のプログラムを学校に代わって皆さんに販売すると、そういう仕事をしております。では肝心の利益ですけれども、ね、例えば私たちみたいに無料でサポートするっていう会社がどうやって利益を得ているかという話ですが、ここにはですね、紹介手数料っていうのがあるんですね。学校のプログラムを皆さんに、販売したと、つまりお申し込み手続きをしてね、お支払いしていただいたと。そうするとですね、学校から紹介手数料っていうのをですね、いただけるんですね、私たちに。これが利益になるということですね。はい。まあ、とてもシンプルです。逆に言うと、学校に通われない場合は利益が出ないということになりますので、私たちもサポートができないということになってしまいます。ただですね、私たちの場合はワーキングホリデーの方に関してはワーホリシロップというですね、ウェブサイトを運営しているんですけども、こちらでですね、ご自分でも0から100までですね、ビザ申請が終えられるようにできるだけ細かく情報を書いております。毎年3000人ぐらいの方がですね、こちらを利用して申請していただいているんですけども、もし学校に通われないとか、まあ、エージェントを使う気がないという方はですね、ぜひまあウェブサイトだけご覧になって申請のね、助けにしていただければと思っています。ここで一つ言っておきたいんですけれども、留学センターっていうのはですね、学校からもらう紹介手数料だけで十分ビジネスができるというモデルになっています。旅行会社から航空券を買いましたと、その時にカウンセリング料とか手続き代行手数料っていうのは取らないですよね。それと同じです。まあ、世の中ですね、まあ、無料有料いろんなサービスエージェントが用意してますけれども、根本的には留学エージェントは学校からの紹介料だけでやっていけるという仕組みになってます。今日ご説明した通り、留学エージェントの仕組みっていうのはすごくシンプルなんですよね。一見簡単に見えるので、新規参入者が多いビジネスでもあります。確かに簡単に見えるかもしれないんですけども、ビジネスとか、まあ、サービスとなるとですね、人を紹介して利益を得るっていう、その簡単な話ではないんですよね。まあ、まずはビザの知識とか学校の知識ですね、これを頭にしっかり入れるのはもう大前提なんですけども、これらの情報も一回習得したらそれで終わりってわけじゃないんですよね。毎年ちょっとした変化とか、そういったことをですね、常にアップデートしていかないといけないんです。まあ、それにですね、お客様との関係は学校のお申し込みをして終わりではないわけですよね。まあ、当たり前ですけども、私たちみたいにカナダにいるエージェントからすれば、カナダに来てから本当のスタートだったりするわけですよね。もう仕組みのビジネスじゃなくて、人間関係をね、大切にした、サービスでありたいなと思っています。まあ、この仕事はですね、利益云々よりも新しい出会いにあふれた、すごく刺激的な仕事だと思うんですよね。誰かと知り合うっていうのは人間の本質的な喜びだと思うんですよね。これからも人と出会える楽しさをモチベーションにして、皆さんと良い関係を作っていきたいと思っています。スタッフ一同皆さんをお待ちしております。どうもありがとうございました。